ヤッフー YouTube、 どうも直樹です。さて今日もヘアスタイル化せずをやっていこうと思うんですけど、イケメンランキング吉本1位ですね、カネチユリットのカネチのヘアスタイル解説をやっていきます。でまあね、こんだけの色が出てるんでバッチリブリーチしてますよね。ブリーチして多分ピンクはまあ自然に入れてる、赤とかピンクとかを混ぜて、ちょっと多分1種類じゃないかな、2種類か3種類ぐらい混ぜて入れてるんですけど、まあよくあるカラー剤、アメリカとかであるカラー剤、マニックパニックとかその辺を混ぜてしっかり入れてると思うんですけど、カット自体は基本全然難しくないカットスタイルです。ただカットし、まあ、普通にしてショートヘア、メンズのショートっぽく切ってください、襟足を残すショートヘアに切ってくださいっていうと、大体これぐらいの美容師さんにはなると思います、カットには。でブリーチを何回もしてしっかり色を抜いた後ピンクを入れてると思うんですけど、このおねり方はアイロンしてるんで、ここまでいくとちょっと毛先ストレートアイロンでこう円を作ってあげたりとか、ちょっと前髪だけうねうねさせてあげたり、全体的にやってあげちゃうともうダメージもすごいんでパサパサになっちゃうので、その辺は気をつけてると思うので、横とか後ろとかっていうのはあんまりアイロンしないでいいと思います。ここの上の部分と前髪の部分、前髪の部分はちょっと動きを出すようにちょっと 1,2,3 回ぐらいうねうねしてあげて、トップの部分はちょっと毛先を数度通すくらいな感じ、80度からそれぐらいかな、あんまり厚くない方がいいと思います。でスーッとちょっと丸を作るような感じでちょっと動かしてあげて、最後にちょっとオイル系のワックスをつけた方、あげた方がいいですね。カネチの場合結構しっとりとした感じのイメージがあると思うんです、テレビに出てる時で。やっぱりブリーチとかしてやってるともう重いしパサついちゃうんで、オイルとかちょっと油分の多いワックスとかじゃないとなかなかもう収まりが効かないような状態になってきてるので、結構毎日大変だと思うんですけど、それぐらいやらないとこの髪型とか髪色っていうのはキープできないので、いいと思います、それぐらいやった方が。はい、でやっぱ眉毛はそこまでピン、まあ、ピンクにはしてないと思う、茶色くしてるんですけど、あんまりこの眉毛をガツガツに色を入れちゃったりとか金髪みたいな感じでグッと明るくしちゃうとちょっと若造みたいな感じにが出すぎちゃうので、眉毛は自然に染めるぐらいだったりとか、まあ、黒よりもちょっと茶色ぐらいの方がこれぐらいだといいと思うんですけど、それぐらいナチュラルに眉毛はしておいた方が全然いいかなと思います。まあイケメンだから似合いますよね、これも。で茶髪の時もありますよね、この時ね、この時はもう見るからに全然直毛みたいな感じなヘアスタイルですよね。前髪はちょっとアシンメトリーっぽく切ってあげて、マッシュでマッシュっぽいような前に持ってきてもらって、襟足ちょっと残すような感じで、上はちょっと段をつけてあげてちょっとツンツンするような感じで、この場合はまあ量を吸いてあげないとこういう質感だったりとか出にくい。でこの時はもう普通のワックスでも全然いいと思います、マット系よりもちょっとツヤの出るような感じのワックスでいいと思います。全然もうナチュラルな感じにね、耳周りすっきりさせて前髪を短く切って、それに合わせて横もつなげてますよね。なんで前髪を決めて短く決めた状態に置いてちょっとこの辺合わせてあげる。で前髪が短いので襟足が長くてもなんか違和感がないんですよ。これが前髪も長くて襟足も長いともさっとしちゃうので、この辺はやっぱ清潔感も出すような感じでバランスが取れてると思いますね。でカラーリング室の茶色、まあ10レベルぐらいの茶色かな、で色味を入れてるはずなんですけど、襟足をもっと短くするんであれば前髪長くてもいいと思うし、今のカネチのバランスだったらバランス的には髪型のバランス的にはどっちつかずな髪型なんですよね。ただ色を入れてることによってちょっとバランスが変わってきているっていうの状態、まあ、あれがカネチだなみたいな感じになってきてるんで、その辺のバランス感覚も絶対に必要だと思うので、その辺も注意してあげてるといいかなと思いますね。この時これね、何もしてない状態でやっぱストレートヘアなので、基本的にはストレートヘアで、まあ、何もしてないような感じ、何もしてなくても僕全然いいと思うんですよね、ヘアスタイル自体は。耳周りにかかるような感じで、耳周りをスッキリさせとって結構耳までこれだと全然かかってるんですよ、かかってるんですけど、ここの耳のここの一線、耳のこのトップを中心にここの周り、この周りだけ1センチいかないぐらいで、5ミリぐらいを180度分、ここの部分削ってあげるだけで、この部分もねバリカンでもいいんだけど短くここだけ削ってあげるの、中で上から残すことによってここだけスッキリするんですよ。これね、美容師さんに言ったら分かると思うんだけど、自分でもねバリカンで買ってあげて、全然ダッカールとかでこう全部止めてあげて、ここの1センチもう5ミリずつぐらい、ここ180度5ミリぐらいをバリカンで全部買ってあげる。そうするともみあげとか襟足の髪の毛が残りつつも、ここの耳周りだけすっきり短くなるんですよ。
ただなくなるわけじゃなくて、ここだけスッとこう髪がなくて、ここの膨らみがなくなってくるような感じになりやすいので、その辺の作りも自分でもできやすいと思います。これは結構ね、ここだけなくすの変じゃないと思いがちだけど、結構美容師さんに使う技術なので、結構これは自分でもできるし、この耳周りだけちょっと、そうすると分けることもね、綺麗にできやすいんですよ。耳にこうギリギリまでかかってこないから、結構耳ギリギリまで詰まって毛がある人とかも結構いるんですけど、ここを5ミリぐらい切ることによって、そこだけスッと落ちてきて、分け目をここで耳にかけやすかったりとかして、綺麗に収まりやすいので、その辺もぜひやってみるといいかもしれないですね。でこの時はね、センターパートで分けてるようなヘアスタイルですけど、まあ、真っピンクしっかり入れてますよね。もうちょっと伸びてきたら多分ピンク入れてるような感じなんで、結構ケアは大変ですね。で根元の方はね、まあ、やりたてなんでそんなに傷んでないような感じに見えますけど、毛先がやっぱりどうしてもね、ブリッジすると傷むような感じになる。やっぱノンダメージと言いながらも、やっぱり髪にそういう染料とかつけることはゼロではないので、やっぱダメージは少し気をつけなくちゃいけないところだと思うんですけど、まあ、ピンク自分でもマニックパニックとか多分例えば買って、毛先に塗るときにやっぱ色が手についちゃうので、グローブとかしてちゃんとお風呂でちゃんと入れてあげたりとか、カラーリンスとか、カラーリンスはねけどあんまり色が入んないんで、ちゃんとマニックパニックとかしっかりした色味の出るもの、ビビット系の色出るものをしっかり入れてあげないと難しいかなと思いますね。まあ、センターパートに分けて毛先だけちょっとストレートアイロンでちょっと弾くような感じ、ちょっと波打つような感じで全然セットしてあげればいいと思うんですけど、やっぱ耳周りがどうしてもモサモサしてきたりとか、オイルとかつけないともうバサバサになっちゃうので、ちょっとこうやっぱこの中だけ買ってあげて、ピンクをグッと入れてあげて、毛先中心にちょっとオイルをつけてあげるっていうのが絶対いいと思いますね。まあ、ここまでいくと結構もう昔で言うヒデね、 XJAPAN のヒデみたいな感じのピンク、久しぶりに来たなみたいな感じですけど、まあイケメンだから似合うよ。あ、けど眉毛ピンクにちょっとしてるな。だから薄くピンクにしてるのかな、ここは。多分これは美容室に行かないと難しいかな。普通のカラーリング剤で今あんのかな、眉毛ピンクに染めるやつなんて。そんなないよな。多分美容室でカラーリング剤でピンクを入れてるのかもしれないですけど、まあケアが絶対大事なので、その辺もできる人はやってみてあげるといいと思いますので、ぜひやってみて挑戦してみてください。バイバイ。